で出演者の方々をお招きしようと。江戸さんはすでに出てますけども、ね、江戸さんとは違って別の出演者の方一人目に登場していただきましょう。なんで、映ってないの？行きましょう。サイレンワンより牧野圭宮田志郎役の三田信明さんです。よろしくお願いいたします。すいません、ごめんなさい、違う、テンションが違う、宮田そんなじゃん、宮田そんなじゃん、バカ野郎、真面目かお前、死ぬやつ、それ、すいません、富山さん、緊張してんの？違う違う違う、富山さんが、ね、もう飲んで、ね、いや、妻がすごいから飲んですが、すいません、どうも、よろしくお願いします。バカ野郎、コンテストじゃなかったぞ。よろしくお願いします。あれおかしいよ、もっとさ、こちら、はい、もう何すかこれ、これ、ね、赤い水です。あ、だす、だから、あ、乾杯、赤い水、乾杯、大丈夫か、おい、こいつ大丈夫か、飲んでねえよ、違うん、何が違う、向こうの横のブースで、あの、うん、ずっと飲んでるんですよ、11時半から入ってるんですよ、はい、わかんない、ずっと飲んでるんですよ、お待たせした、寝てました僕。さあ、ということで登場していただいたのはサイレン1でも屈指の人気キャラクターですね、はいはい、牧野圭と宮田志郎ね、役を、めっちゃ悪くよろしくお願いします。どうも、三つの宮崎さんでございますね。これ何でも持ってんの、宮崎さん、さっき登場した宮崎さんがね、なんか血のりをつけるっつって、はい、そう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 、だいぶ乾いたんで持ってます。ありがとうございます。みんなまさかこんなキャラクターだとは。すいません、本当に聞かないでください。なんて書いてるんですか。いろいろほら、いっぱい言われるんでしょこれ。出ほら出来上がりなんか水田さんに皆さん寄ってないですよ。まあまあ、まで、はい、今実際にここにですね、はいはい、その、水田さんが、はい、やられたその牧野と宮田のね登場シーンを動画として撮影したものがあるので。マジですか。まずその動画を見ていただいて。はい、ちょっと富山さんやっと笑った、富山さんやっと笑ってくれたわ。ゲームの中をちょっと拝見しようと思いますね。よろしくお願いします。じゃあちょっと動画をお願いします、はい、ちょっと割と長めのやつを作りましたんで、お願いします。長めのやつ、長めのやつね。や、秋野さん無事だったんですね。前田さんのところの中学生の女の子が来てませんか。いや、一緒だったんですか。一緒だ、先生も双子。切り刻んでも自己再生しちまう。これじゃあ俺も用なしだ。震えてる。牧野さん、偶然が続きますね。やっぱり双子ってことかな。私はただの惨めな同居だった。俺はそれでも牧野さんになりたかった。いつでも俺は同じ顔に頭を下げてる自分が虚しかった。何も分からず求められてる役柄をこなしてただけだよ。逆だったらこんなことは。俺がやるべきことは全て終わりです。これでこの舞台から退場するとしますよ。化け物役だけはごめんだ。さよなら兄さん。すいません、酔ってないですよ。全然酔ってない、全然酔ってない。こんなんじゃ僕酔わないです。大丈夫です。そういうこと。すいません。いやいや、懐かしいですね。今動画を見ながら、はい、なんだよ。すいません、なんで酔ってる。 おい偽物、誰ですか。偽物め。10年後こうなるんです。
10年後はこうなります。誰でもそうなります。すいません本当に申し訳ない、本当申し訳ない。これあかんかな、これ中の人です、中の人です。俺これが俺やねんけど、あれ生放送出るのは初めてですよ。ダメですね。ニコ生も初めてです。初めてです。あのね、みんなのコメントが流れるのが珍しいんだって。いやいや、見てて本当に面白いなと思って。なんて公式で偽物出すなしって言われて。WW 多すぎやん。W っていうのはあの、はい、笑ってるんですよ。ありがとうございます。そうそうそう、うん。何がダメなんですか、敵対ミッション。何酔うてるな、俺。やっぱ酔うてる。酔うてますね。でね、そんなの漏らしてるって話をすると、最後に見ていただくシーンでね、持っとかないといけない。マキノと宮田が2人でさ、喋り合うシーン。ありました、ありました。ありましたね。あのシーンがどうやら、なんか、一本撮りだった。そうなんですよ。じゃあ、僕も、あのね、ツイッターでも書いたんですけども、はいはいはい、あのずっと頭下ろせよ。これがええかなと思って。怖いよ。いやいや、ずっとねあれ一、はい、人二役でやってくださいとか言われて、そうです、ね、別撮りにしたらええやんっていう話なんですけども、うんうん、でその時に、うん、いやこれ面白い話ですよ、これ。なんですか。ハードル上げます。なんですか。自分でハードル上げていくスタイル。ポンポンって肩叩かれたんですよ。ああ。これこういう話してる。え、それか。田村さん覚えてるでしょ。あのね、さっきの佐藤直子さん、はい、佐藤直子さん。あの佐藤奈々さん覚えてると思いますよ。はいはい、こうやって一人の一人のブースで、はい、声取りしてたんですよ。はいはいはい。お兄さんみたいな、なんか何でしたっけ、で宮田がなんか喋るみたいな、ずっとやってたらポンポン叩かれて、はいって言ったら誰もおらんみたいな。え、いやほんまですよ。え、テモさんおったでしょ。いや初めて聞きました。そうでしょ。作り話みたいになってる。私も聞きました。聞いたよな。え、それそういう佐藤さんのドッキリじゃん。違います、違います。え、じゃないの。ほんでね、江戸さんね同い年なんですよ。それ別関係ない。あの時すごい仲良くなって同い年で。まあだからね、同い年ってのもあって、同い年で、まあ今日呼べたっていうのもあるから、ね。ありがとうございます。あるからね。どんなんちゅう格好してんの。俺も何ちゅう格好。そうだよ。この二人。びっくりする。40だぜ。40ですよ。もう俺さまだ39。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 ありがとうございます。お前が言うな。これね、でもね、今のね、そんな恐怖体験があったんだ。すみません。誰今の恐怖体験。酔ってません。酔ってません。はい。あったあった。ありますよ。今の実はね、あのムービーの実は先があるんですよ。はい、で先があって、見よ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 。これあの本当俺作りじゃないんだけど、はい、ちょっとこれマイク入れたまえしますね。入れました。はい。ねちょっとね先の方なんですけど、うん、ちょっとあのはいはいはい。このシーンをこれ今日のために俺が録画してたんですよ。いいね。うん、いいね。まあ見てもらえばわかる。見よ見よ見よ見渡しろ、はいはいはい。これ本当わかんねえんだよ。これ声入ってんのこれ。声入ってます。ほんまやな、うん。こんにちは。よう起きてません。もう2時過ぎてますよ皆さん。あなた自分で。あそう、あーうわーっつって。そうそうそう。あっつって。わっつって。こんにちは。じゃあこんにちはじゃ。反応してくれなるわ。嬉しいなこれ。呼んでる。うっせえって言われてる。うっせえってごめんなさい。黙れ偽物。黙れ偽物って。笑がついてる。あーいいんか。これね。え、何これ。え、どういうことどういうこと。え、何これ。え、どういうこと。わかんねえんだよね。何があったん。撮影してたら、え、謎の。えらい話。いや、本当に、謎のノイズというか、になって、怖い顔して、怖い話。と思って録画を止めたんですよ。ほう。で、あんたが、うん、で、ディスクでも傷ついてんのかなと思って、もう一回撮り直したら、ちゃんと撮れたんですよ。すごい、画面見てたらなんか、面白い顔の人が普通に喋ってるから。面白いなって思っちゃった。じゃあ、じゃあ、出てる方やから。なんかごめんなさい。面白いなと思っちゃったってね。うん、すいません。いや、だから、ここのシーンだけなんだけど、今のことが起こったんですよ。いや、ほんまにあったからね。そう。どんどんってあったから、ね。だから、ちょっと宮田真希のは、はい、なんか、なるほど。かもしれんっていうのは、あんま俺、霊とか信じてるわけじゃないんだけどね。はい。うん。いや、俺も信じてるんですよ。だからさ、あんたのせいで全部笑いにしかなんねえ。ほんま申し訳ない。 W はいっぱい増えてほしい。W W W 連鎖してください。 W いっぱい増えてほしかったな。共演者の面白話。あ、そうそうそう。共演者。いやでもね、あ、来た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 。あの時、うん、ありがとうございます。 W あんのかよそこで。引っ張れば今交渉できるネタだった。今交渉できる鍵だったのに。喋ろうとしてるの。ネイルハンマーめっちゃ強いねんから。そうですね。いやあのね、共演者の話ってほとんどないんですよ。弾幕に隠れてる。富山さん、富山さん、やっと喋った思ったらそれか。あのほんまに共演者ってないじゃないですか、うん、俺ら。まあ基本的にはそうですよ。あ、そうなんですね。一人撮りですから。そう。あの時ね、こう顔を抑えられて、そうやって。そうそう、ガーッと抑えられてね。表情だけでなんか演技してくださいみたいな。そう。そう。あの、言いましょうよ。あんまり知らないと思うんですけど。はい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 。あの、買ったで、モーションとかは、モーションとか普通に撮るんですけど、そうそうそう、顔だけ別で撮ってこう。そう。何を抑えとんの。あの何言ってんの。いや、こう、実際こうなんですよ。こうやって、はい。右から、左、セーフ、セーフ。え、何やったっけ、うん、何やったっけ、うん、なんか言うて。
あのなんだっけ、さなんだっけ、さよならないんかい、さよならにさん、さよならにさん、あ、さよ、どっちだったっけ、宮田、さよならにさん、宮田、宮田、宮田、はい、せーの、はい、さよなら兄さん、あ、そう、いいんかな、これ。お前覚えてない、生さよなら兄さん、10年前にありがとうございます。いや、そう、やっと、やっと本人っていうコメント、ありがとう、やべ、本人かもって、やっと来た、本人です、ありがとうございます。でもこれそう、意外とみんなあれだけど、ね、こうやってあの、そうなんです、はい、あ、今右に人が来ました、そうそう、来ました、右に見てから、目しか動かせなくて、ね、顔は、顔動かすと怒るの、そう、怒る、すげえ怒る、顔動かさずに、目だけ、目だけ、いろいろ怒った時の表情ください、そういうこと、そういうことなんです、びっくりしたとか、はい、なんか言ってるとか、オーディションの時あれですよ、オーディションやったね、やったよ、オーディション受けさせていただいて、ありがとうございます、はい、本当に、オーディション受け、通らせていただいて、ね、まあ何万人受けたんでしょうね。でもそんなにしてる、受けてない、受けてない、受けてない。ほんで、いや、オーディションの時にどんなことしたか言いましょうか、これ。おお、オーディションの時何したの？ダブルいっぱいいた。ダブルいっぱい。オーディションの時なんかね、筒みたいなの持たされて、白い、覚え、なんとなく覚えてる。どうですか、富山さん。筒みたいなの持たされて、これ持ってくださいと、両手で。はいはいはい。で、首絞めてくださいって言われるんですよ。ああ、楽しいね。はい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 。双子の、双子の看護師の。はいはいはい。当時看護師かな、そこやらされたんですか、やらされました、ほんでこれ握って殺してくださいみたいな。必死ですよ、若い29歳ですか、当時今39、そうだよね、そんなだよね、40、一緒だな、言ってくださいみたいな、そう、いや、なんか殺してる風にしてくださいみたいな、つつやで、つつ、つつを殺してくださいってないねんみたいな。ありましたけど、俺ね、オーディションの時何やったか覚えてないんですよ、覚えてない、だから要はあれでしょ、宮田さんの役のオーディションで、そう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 、牧野家なかったんですよ、なるほど、当時牧野家の役で行ったんじゃないんだ、双子役で知らなかったですから、宮田がブッキングした時点でもう牧野も、まあそりゃそうだよね、そうそうそう、だったら面白いですよね、ですよね、いろいろ意味分かる、なんかほら、あのね、あのほら、あ、パーマ屋さんとかで使う、あの首の人形とかね、何を言うとんの、すぐ使えるねこれね。すいません、はい、これやばいな、これ、なんて言ってる、コメント聞きたい、俳優さんじゃなくて芸人さんですよね、うん、違う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 、違う、芸人だった、違う違う違う、やっぱり偽物だ、いや、これね、本当申し訳ないですけども、なんすか、宮田さん、牧野さん、はい、いや、あるじゃないですか、これで大阪弁で、牧野さんって、いや、完全にコンビだった、いや、どうも宮田です、牧野です、どうも、2人合わせて宮田、ちょっと即興でさ、牧野とさ、宮田のさ、漫才やってもらっていい、いやいや、勘弁してください、即興で、どうも兄さんとか言いながら、そうそうそう、どうも兄さん、やってやって、はい、いきましょう、3、2、1、9、どうも宮田です、おもんないやん、最悪やな、そういうことじゃないですよ、そういうことじゃなくて、そういうことじゃなくて、宮田さん、牧野さんいるでしょ、宮田さん、牧野さんいて、いや、でもやってよ、分からないわけですよ、いまだに、あー、自分がどっちをやってるのか、10年経っても、はい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 、10年経ってもよく分からないですよ、さっきしゃべってたんですよ、さっき、はいはい、ブースで、何やったんやろみたいな、はいはい、何がやばい、飲みすぎや、ただの飲みすぎや、俺もか、いや、俺飲んでないですよ、なんて書いてんの、コメントめっちゃ気になる、うん、ダブリ、巻いてください、巻きが入りました、すいません、これだけでね、3時間いけるから、そうですね、うん、行きましょうよ、3時間行っちゃいましょうよ、関係ない、他のもう出演者いいよ、もう最低だ、やめろ、待って、すげえの呼んでんだから、すげえの呼んでんだから、すいません、すごいの、次ね、何、びっくりしますよ、子役のあの小さい子が、ネタバレすんねん、ネタバレすんねん、すごいっつったんだよ、生放送初めてなんで、なんでだよ、なんか伝え忘れたことあったの、伝え忘れたこと、視聴者の皆さんに、特にないです、ないですって、告知とか全くないです、告知とかないんです、なんか今度舞台出ますとかない、ツイッターフォローしてください、おお、こいつほんま8000円超えてるでしょ、ムカついてるんですよ、なんで江戸ちゃんがね8000超えて、役者じゃない、こっちは2役謎解のやつ、2役やつ、こんなん1万6000円いってきてるの、俺携帯も2役だからね、なるほどね、じゃあ今すぐにこれ見えてる、そう、あの私の見るからつぶやいてるんで、どっかから検索してゲットしててください、そうそうそう、酔っ払ってる場合じゃないですよ、あ、帰ります、ありがとうございます、じゃあ、まあ、以上、もう一回出てきますね、最後に。出てきますか、最後に出てくるかもしれないですね。お願いします。じゃあ、牧野圭と宮田志郎役の三津田信明さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。乾杯。乾杯。いや、強烈です。忘れんな、忘れんな。お前の牧野だろ、これ。それ、いや、これ最強武器なんだよ。これで来ると。一番強いんだから、すごかったです。